今日は東京都の側から予算の要望を聞かせていただきまして、これからの対応につきましては鴨下政調会長並びに中川政調会長代理を中心に、そしてまた必要とあらば分科会を設けまして、各省の折衝に当たらせていただきたいと思っております。オリンピックを踏まえてですね、東京は東京都に未来の都市と言いましょうか、あるべき都市の姿を想定して万里計の80年後のですね、東京 のイメージを増強して、そのための科学的な政策を進めておりますが、こういったものに関連するです予算の後で説明があると思いますけれども、一つでも皆さんの投資をしていただいて表示したいと思っております。東京都連が主催して東京都の予算並びに税制の要望会が開かれました。私も都連の会長として出席をさせていただきましたけれども、なんと言いましても2016年の東京へのオリンピックの招致、さらには発生が懸念されております鳥インフルエンザの人への伝播、プレパンデミックワクチン、パンデミックワクチンの作成、さらには法人事業税の分割基準の問題、これは税制です。また環境問題、東京都が率先的な取り組みをしております排出権取引、多岐にわたって意見交換をいたしましたが、やはりもっと深度化させるために分科会を作って、都議会、国会、そして都庁、各省も入れまして話を詰めていきたいと思っております。そして忘れてならないのは、年末の税制改正の最大の焦点であります道路特定財源の一般財源化、東京の環状道路の整備というものは悲惨な状態にあります。外環道、あるいは中央環状、圏央道、こういうものをしっかりと整備をしていかない限り、この大都会がこれからも健康に、そして環境の良好な都市として生きていくことはできないと考えております。